こんにちは、大好きな人おうちで介護、りょうさんです。突然ですが、皆さんはこんなご経験はありませんか？ちょっとした体の不調や怪我をした時に、こんなことで病院かかっていいのかなって迷ったり、赤ちゃんやお子様のお肌に得体の知れないボツボツが出て何かわからず困ったこと。私は日常の介護で、あれ？なんかいつの間にか皮膚にできものができてる。ここなんとなく赤くない？腫れてない？何の薬塗ればいい？おしっこの色がいつもと違うように見えるけど気のせいかな？様子を見ていいものなのかな？病院に連れて行った方がいいのかな？往診は3週間後だし、先生に連絡すると看護師さんや受付外来経由で時間もかかるし、そんな大事でもないのにお忙しいところ連絡するのも気が引けるなぁなんて、お薬のことや体の異常のこと、自分じゃ判断できないことがたくさんあります。また、私は保育園で働いていますが、お子様はとにかくいろいろな赤いボツボツが出やすくて、看護師である私を頼って、これは何って聞いてくださるのですが、やはり医師ではない私の判断でいいのかなって不安になることもあって、かといってお忙しいご父兄に、もしかしたら大したことじゃないのにかかりつけの病院で見てもらってくださいとも簡単にも言えないし、AI でもいいので情報や写真を送ったら、可能性がある情報を即座に返してくれるアプリがあればどんなに心強いかって思っていました。ふと Google で検索してみました。すると、なんとありました。望んだ通りのアプリがすでに存在していました。そんな夢のようなサイトが検索すれば数件出てきました。この2年のコロナの時代のうちに、いろんなことが進化していました。時代についていけない自分に少しショックと驚きを感じました。皆さんはご存知でしたか？早速利用してみましたのでご紹介いたします。いろいろあるので特定のご紹介はしませんが、主なメリットをお伝えします。一言で言うと、24時間365日予約不要、待ち時間なし、医師と直接やり取りができ、わずか数分で医師から質問の答えが返ってくる。これってすごくないですか？サービスによって用途や相談方法は違います。電話、スマートフォン、タブレットを使ってビデオ通話やチャットで専門の医師にほぼリアルタイムで相談ができます。相談相手も医師や看護師、その他の医療従事者の方々と様々です。例えばちょっとした日常の健康相談がしたいとか、心身の不調があるけれど診察を受けるほどのものなのかなとかわからない場合や、セカンドオピニオンにも利用できます。匿名でやり取りできてとっても利用しやすいです。またコロナのような感染症が流行っていたり、介護や育児に追われて病院受診できない時にもとても便利です。無料有料とどちらもありました。有料といっても月に300円台、または何回聞いても OK、 どんなことでも OK、 聞き放題で月に4500円程度で定額などありました。また登録の際に簡単な情報入力のみで面倒な手続きもありません。いつでも解約できることも良い点だと思います。ところで、私の相談内容ですが、父の首のこの後ろ2年以上も炎症が続いていて、往診で主治医に何回も診察していただきましたけど、残念ながら専門じゃないのでよくわからないとのことで、治療法が見つからず父に痛い思いをずっとさせています。そのことを相談しました。自分でも洗髪回数を増やしたり、いろんなお薬を試したり、いろんな枕を買い替えてみたり、試行錯誤して悩んできました。もうお手上げと思って、こちらのサービスでご相談させていただき、適切な処置や治療のアドバイスをいただくことができました。在宅介護は
一人の先生がずっと見ていただける安心感はありますが、何か異常ができた時にその先生の専門外であった場合など、そこで治療やアドバイスがストップしてしまうことがあります。そんな行き詰まった時やセカンドオピニオンとしても助かると思います。実際に診察をしていただけることに越したことはありませんが、病院に出向かずに先生とコンタクトが取れるって本当に助かります。在宅介護している人や子育て中の方、訪問看護師さん、その他に保育園やデイサービスなどの福祉施設などでもお役立ちなサービスかなと思います。皆さんもいつかは役に立つかもしれませんので、ご参考までに。それではまた。